田村智子君。日本共産党の田村智子です。岸田政権が子ども家庭庁など子ども関連法案を今国会の重要法案というふうに位置づけていますので、本会議では大きな筋で岸田総理に質問をしたんですけれども、はぐらかすような答弁がほとんどだったので、改めて同じことをお聞きしなければならないんですね。まず日本の子どもの現状について、政府がどういう認識なのかということです。これは子ども家庭庁を設置して、あるいは子ども基本法が施行されて、一体何をどのように変えていくのかという根本に関わる問題なので、ぜひ、しっかりと答弁をいただきたいと思うんです。まず文科省に確認いたします。文科省が毎年行っている問題行動調査では、小学校におけるいじめ、校内暴力、不登校の児童数あたりの認知件数、これはどのように推移しているのか、直近の2020年調査と10年前の2010年との比較で示してほしいのですが、お願いします。文部科学省大臣官房審議官、渕上隆君。お答え申し上げます。児童生徒の問題行動、不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査におきまして、小学生1000人当たりのいじめ、暴力行為、不登校の児童生徒数につきまして、2020年調査と2010年調査を比較をしました場合には、いじめにつきましては、2010年が1000人当たり 5.3 件に対しまして、66.5 件でございますので、約 12.5 倍。暴力行為につきましては、同じく2010年、約 1.0 件から 6.5 件ということで、約 6.5 倍。不登校につきましては、同じく 3.2 件から10件ということで、約 3.1 倍となってございます。田村智子君。小学校の数字に注目をしたのは、中学校と比べても数字が悪化をしているからなんですね。では自殺の件数どうなっているか、10歳から14歳と15歳から19歳までの自殺による死亡率、直近2019年とその10年前、2009年の数字で比較で何倍になっているかお答えください。厚生労働省大臣官房審議官、川又武雄君。厚生労働省の人口動態統計調査におきます人口10万人に対する自殺死亡率について、2019年と2009年を比較をいたしますと、10歳から14歳については2009年 0.9 であったものが、2019年は 1.7 と約 1.9 倍、15歳から19歳につきましては2009年は 7.6 でありましたが、2019年9.9 と約 1.3 倍になっております。田村智子君。19歳以下の自殺の件数そのものは、この10年間ジグザグはあるんですけれども、明らかに上昇傾向です。しかも高校以上が含まれる年代、これね、件数でいうとそこが多いんだけれども、だけどその年代よりも中学校以下の年代の方の増加率が高いわけですよね。10代の死因のトップが自殺で、こんな国は G7 諸国にはない。自殺率で見ても G7 の中で最悪、特に10代前半での自殺の増加というのは、いわば低年齢の子どもを取り巻く状況の悪化、これを考えないわけにはいかないのです。本会議で文科省国立教育政策研究所のいじめ追跡調査も示しました。これは3年間定点調査を行っているんです。で、仲間外れや無視などをしたことがあるかなどね、いじめの加害と被害と両方のこのことを聞くんですけれども、こういう設問の中でいじめの加害を経験していないという子どもは、どの年の調査を見ても 20% 程度なんですね。ということは、被害者だったり加害者だったりという関係を入れ替えながら、8割以上の子どもがいじめの加害経験を有しているということも明らかになってくるわけです。そしていじめの厳罰化、いじめの加害者に対する厳罰化って議論が午前中ありましたけれども、何かね、特定の子どもに対する対処って問題ではないと思うんですよ。ほとんどの子どもがやってはいけないと分かっているんだけれど、もちろん程度の差はありますよ。いじめやっちゃいけないなんてことは何度も教育されてるから分かってる。
分かってるけれども、8割の子どもたちが何らかのいじめを経験してるんですよ。自分がやってるんですよ。そうすると、いじめ、校内暴力、不登校、自殺など、こういう子どもたちの深刻な状況は、子どもを取り巻く社会環境にこそ原因があって、その状況は悪化傾向にあると、こういう認識を大臣が持っておられるのかどうか、確認したいと思います。野田国務大臣。お答えします。子どもを取り巻く状況については、まあ、原因はさまざまであるものの、例えば、まあ、ご指摘の数字もありますし、児童相談所での児童虐待相談対応件数は過去最多の約20万件、学校におけるいじめの重大事案件数は514件、小中学校の不登校者数は過去最多の約20万人、20歳未満の自殺者数は平成以降で最多の777人など、状況は深刻になっていると認識しています。田村智子、はい、まあ、数値で見てもそうなんですけどね、これがだから社会全体、子ども全体を取り巻く社会の状況悪化というふうに見るかどうかなんですよね。で、子どもの幸福度とか自己肯定感などが海外比較で日本の子どもの数値がとても低いということはもう周知の事実です。で、自殺率も含めて考えれば日本では子どもがストレス状態にあると、そのストレスの強度が高まっていると、そういうふうに私は見るべきじゃないかというふうに思いますが、これもちょっと大臣いかがでしょうか。野田国務大臣。いずれにしましても数字が悪化していて状況深刻だということで、まあ、私がこの子ども家庭庁の創設に向かって取り組んでいることは、それをどうやはり好転させていくか、良くしていくかということに、やっぱりこれからはその行政組織の子ども政策をこう一元化させて集中解決に当たらなきゃならないという認識をしています。田村智子君。もう少し示したいと思います。本会議でも日本財団の調査を示しました。中学校で7人に1人が不登校傾向、小学校時代に不登校や不登校傾向であったという中学生も7人に1人の割合で、学校に行きたくない理由として授業がよくわからない、ついていけない、テストを受けたくないなど、まさに学業に関わる理由を挙げる中学生が多いと。北欧やヨーロッパの学校教育との比較というのは、もういくつもの論文や経験談がありますよね。私もフィンランドからの留学生とお話をする機会があったんですけれども、暗記テストっていうのは全く経験がないと、フィンランドで受けた学校教育の中でね、そうやっておっしゃってましたよ。日本ではどうか、例えばね、今、一人一人の到達に応じた授業だって言って、小学生でも算数などで到達と別のクラス編成やってる学校少なくないです。そういう少人数教育をやると、教員の加配っていうのもあるのでね、こういうのが積極的に取られているんですけれども、これ、どうやってクラス編成するのか、例えばね、こういう学校がありました、一つの単元が終わるたびにテストをやって、クラスの編成変えるわけですよ、固定化しないため。到達度って言ったときに固定化されると、これ、いろんな問題が起きるから、だから単元が終わるたびにテストやるんですよ。そうするとね、いわゆるできるクラスから別のクラスになると、親から次は頑張れと、なんであっちのクラスに行かれなかったんだってプレッシャーかけられる子どもも現にいました。あるいは、どうせ自分は勉強できないからと、もう小学生の中学年ぐらいから学ぶことに意欲が持てなくなるという子どももいます。自己肯定感が持てなくさせられているというふうにしか言いようがないと思うんですね。これが個性に応じた教育なんでしょうか。小学生の時から学業や点数で日常的に評価をされる、この日本の教育の特異なあり方が、子どもたちがストレスを抱いている、こういう状況に置かれている、こう考えますが、いかがでしょうか。ワニムシ文部科学大臣政務官。お答えいたします。学習の評価につきましては3つの柱で整理をされておりまして、まず1点目知識技能、2点目思考力表現力判断力等、そして3点目学びに向かう力人間性等、この3つの柱をで整理をされた資質能力をバランスよく身につけているかどうかという観点から、一人一人の成長を多面的に捉えて行われるべきものであると思っております。各学校におきましてもこうした観点から学習評価が行われていると承知をしております。
その際、子どもたちが一つの尺度で過度に悩みすぎることがないよう、各学校におきまして、子どもたちに寄り添いながら、良い面を見つけて伸ばしていくということが重要であると考えております。田村智子君。まあ、そうなってるかっていうので、とりわけやっぱりね、問題指摘したいのは、やっぱり失敗方式の全国学力テストなんですよ。これね、学校教育一変させたんですよ。都道府県は平均点で順位がつく。少なくない道府県の教育振興基本計画で全国と比較した数値目標が現に掲げられている。市町村ごとの平均点は公表が当然です。まさに一つの指標でやられてるんですよ。で、学校の平均点っていうのは公表はされなくとも学校や教員には知らせられますから、子どもたちへの言葉の端々にそれは現れるんですよ。それが子どもにどういう影響を与えているかですね。大阪府は全国学力テストの学校の平均点を偏差値化して中学3年生の内申点の標準化に使ったんですよ。で、文科省はそれは趣旨が違うと言って翌年から使えないようにしたんだけれど、そしたら大阪府は独自の試験でやっぱりその学校の平均点の偏差値化をやって、それを内申点でこう読み込むようにしてるんですよ。文科省は点数主義を煽るなとか、学校ごとの公表は認められないとか、全国学力テストを入試に使うのは趣旨と違うとかね、こういう点数競争につながるような事態が発生するたびに火消しを図ってきたんじゃないでしょうか。これはつまり裏返せば点数主義、競争主義が現に起きているということなんじゃないのかと思いますが、いかがですか。文部科学省大臣官房審議官、出倉浩一君。お答えいたします。この全国学力学習状況調査でございますけれども、この全国的な児童生徒の学力学習状況を、把握分析をいたしまして、各教育委員会や学校等において教育施策や教育指導の改善、充実、学習状況の改善等に役立てる、これを目的として実施しているものでございます。で、この調査結果の取り扱いにつきましても、実施要領におきまして、公表にあたっての配慮事項といたしまして、単に平均正答率との数値のみの公表は行わず、分析結果や改善方策を公表することを定め、序列化や過度な競争を招くことがないよう配慮をしているところでございまして、委員がお話にありましたような点数のみによる過度な競争を助長するものではないというふうに考えてございます。私たち文部科学省といたしましては、本調査の目的を踏まえまして、引き続き適切にこの調査を実施していきたいというふうに考えてございます。田村智子君。いつも目的の説明はあるけれど、子どもに何がもたらされているのかって何回聞いたって答弁出てこないんですよね。2007年に今に続く失敗調査始まりました。実は私の子どもはその対象学年の6年生でした。東京都はその前年に全都一斉学力テストも実施をして、居住自治体の平均点が低いということはすぐに子どもたちの中に広まって、僕らはバカだからと、自己肯定感どころではない事態が子どもたちの中に広がりました。テスト直前には40ページにもなる模擬テストプリントの束を持ち帰って、全部やらなくてもいいけれど学力テストがあるからできるだけ頑張れと、こういう指示も受けました。保護者の一人としてはね、こんなことやったら学ぶことが嫌いになると思いましたよ。叫びたいくらいでしたよ。算数の授業時間使って算数の全国テストやるくらいなら、その時間使って好奇心刺激するような、みんなで考えて何か発見するような、学ぶことが楽しいと実感できるような、そういう授業をしてほしいと今も私は切実に願ってます。国連子どもの権利委員会は最初の日本への勧告で、過度に競争的な教育システムが子どもの身体的および精神的健康に悪影響を与えていると厳しく指摘をしました。これは1998年のことです。ところが改善どころか、全国学力テストまで行って点数主義は現場で煽られてるんです。それが現実です。政府の教育政策が子どもたちにストレスをもたらし、子どもたちにとって学校を息苦しくしている、そう思いますが、いかがですか。ワニムシ文部科学大臣政務官。お答えいたします。文部科学省では教育基本法における個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主および自立の精神を養うなどの目標を踏まえまして、各教育政策に取り組んでまいりました。ご指摘の全国学力学習状況調査は、
全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握し、その結果を教育政策や学校における個々の児童生徒への教育指導の改善に生かすことを目的としておりまして、序列化や過度な競争を招くことのないよう配慮して実施をしてきているものでございます。また学校教育においては、知識技能、思考力、判断力、表現力や学びに向かう力、人間性等、子どもたちが未来社会を切り開くための資質、能力を確実に育成できるよう取り組んでいるところでございまして、点数至上主義といったご指摘は当たらないものと考えております。文部科学省としては引き続き子どもの最善の利益を大事として、各教育政策の充実に取り組んでまいります。田村智子君。相も変わらず子どもの姿は全く答弁の中に見えてこないんですよね。さっき不登校の理由の中で授業がわからない、ついていけない、でこれテストやればやるほどそうなっちゃうと思うんですよ。テストで悪い点取ってわからなかったらわからない、学校嫌になる。だけどわからないって本当に学びの絶好のチャンスですよね。これも個人的経験で申し訳ないんですけど、例えばね、面積っていうのにね、四角形だったら縦かける横、これがわからないってつまずいた子どもがいたんですね。でなんでそれがわからないのかっていうことがなかなか表現ができないんですよ。いろいろ聞いていったら、面積という概念がわからなかったんですよ。なんでこうやって縦かける横っていう計算をさせられているのかがわからなかったんですよ。これ私たちだったら概念っていう言葉で表現できるけど、子どもはそれは持ってないですよね。でそのわからないっていうことをつかむのも大変ですよ。何が分かってないのか。でこれね、もしね、教えようと思ったら皆さんどう説明します？面積とは何か、なんで縦かける横なのか、だってこれが分からないんだもん。これってすごい学びのチャンスですよね。分かってる子どもはじゃあどうやって教えるんだろう、どうやって説明するんだろう。これ1時間2時間と授業できるんじゃないでしょうか。あるいはね、地図を見て経度緯度習ったときに、この線がなんで引かれてるのかが分からない、ここでつまずいて先に進めなくなるんですよ。これだって皆さん説明できますか。私もこれ頭抱えましたよ、こうやって言われたときに。だけどものすごいこれってなんていうんですか、学びのチャンスですよね。すごく発展的に学べるんですよ。だから そういうね授業ができてますかなんですよね。私はね、本当に総理は全国学力テストについての昨日の私の質問にね、こうした国の施策はあくまで子どもの最善の利益を第一として行っているものであり、過度な競争を助長するものではありませんって答弁だったんですけど、私は学校が楽しい、学ぶことが楽しい、今言ったみたいな私の出したような事例がですね、分かったときって子どもはものすごい発見だと思いますよ。ああそうだったのかって、そうなることが子どもの最善の利益だと思います。じゃあ全国学力テストで子どもは学校が楽しくなっていますか。そして現状が競争の助長になっているのかどうかということは総理は答弁もされなかった。まあ、これ以上やってもちょっともう水かけ論というか先に進まないの で、子ども家庭庁は子どもの人権擁護のために事務を行う、各府省への資料の提出権なども持っている、子どもの成長発達の場が学校であって、家庭と並んで長い時間過ごすのも学校です。子ども家庭庁は教育家庭には関われない。だけど学校に関わる政策や人権問題で、子どもの権利条約の立場で司令塔機能を果たせるかどうか、これが問われてくると思います。総理は本会議で教育に関することについて、調査や勧告は可能だと答弁をしました。ならば、全国学力調査でへの子どものありのままの意見、これを子どもはどう受け止めているか、そして子どもにどのような影響を与えているか、これはね、私、直ちに調査も必要だと思います。また、いじめ、自殺、不登校、校内暴力の拡大と、政府の進める政策の影響など、構造的な背景にメスを入れるために、権限行使することが必要ですし、それはもう子ども家庭庁設置待たずに、直ちにも取り組んでほしいと思いますが、大臣いかがでしょうか。野田国務大臣。まず全国学力調査のことは、先ほど文科省の政務官からの答弁があったとおりであります。で昨日、総理から答弁があったように、政府においては、これもご答弁ありましたけど、教育基本法における個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自立の精神を養うなどの目標を踏まえて、子どもたちが未来社会を切り開くための資質能力を確実に育成するため、
各教育政策に取り組んできたものと承知をしているところです。で、まあ、こうした教育政策については、あくまでも子どもの最善の利益を第一として行っているものと承知してますけれども、所管する文部科学省においては、引き続き現状や課題を分析しながら、適切に取り組まれるものと考えています。子ども家庭庁が設置された際には、文部科学省等の関係省庁とともに連携して、子どもの視点、委員、先ほど子どもの意見がこの全国調査でも聞かれていないという話もございましたが、あくまでも私たちは子どもの視点に立って、子ども政策を強力に推進してまいります。で、子どもの置かれている状況というのは多様であります。困難を抱える課題はもう複雑化しているし、重層化しています。ですから、このため、子どもや家庭を取り巻く状況等に関するデータや統計など、さまざまなエビデンスに基づいて、多面的に政策立案評価を改善してまいりたいと考えます。田村智子君。子どもの最善の利益っていうのは、文科省はそうだって言って、全国学力テストやってるんですけどね、先々教育を改善してとかなんとかってね。じゃあ今この時その子どもたちは幸せですかが最善の利益なので、そういう視点でぜひね、抜本的に教育行政のあり方についても私は見直してほしい。で、子ども家庭庁がその役割を果たさなければ何のために作るのかということが問われるというふうに指摘をしておきます。で、子どもの指標悪化の背景には家庭の養育環境の問題も大きいと思います。で、子育て世帯の格差の拡大や貧困化は、虐待も含め子どもの状況悪化に大きな影響を与えていると考えます。で、大臣の見解を伺いたいんですが、この格差の拡大、貧困化の原因について、私はこれ、最大のもの、非正規雇用の拡大ではないかというふうに考えますが、いかがですか。野田国務大臣。低所得世帯では子どもの学習や生活心理面など、さまざまな面で相対的に多くの困難に直面しているものと承知します。また例えばですね、国民生活基礎調査では平成30年時点で、ひとり親世帯の約半分が相対的貧困状態であったり、令和3年子どもの生活状況調査では、保護者が働いていない場合、その理由を自分の病気や障害、家族の介護とした割合が低所得世帯では3割以上を占めるなど、低所得世帯の状況は様々ではであり、一概には言えませんが、正規職員の割合が少ないというデータもあり、保護者の雇用形態も世帯の貧困に関係しているものと認識しています。田村智子君。それも要因だと。で、子ども家庭庁の事務には労働行政も含まれていません。しかし、子どもの貧困対策は、所管することになります。で、超党派議連では、親の貧困解決なくして、子どもの貧困は解決できないという議論もして、子どもの貧困対策基本法の改正も行ってきたんですね。で、子育て世帯になりうる世代の若者たち、この雇用環境の改善というのは急務だと思います。で、これらの世代の雇用環境の悪化につながった政策、労働者派遣法の自由化の見直し、あるいは家計を圧迫する学費や教育負担そのものの引き下げ、こういうですね、格差の是正、若い世代の貧困の解消、これもですね、子どもの人権を守るために司令塔の機能を果たすということが大切だと思いますが、いかがですか。野田国務大臣。労働規制のあり方を含む労働政策や、教育にかかる家庭負担のあり方を含む教育政策などの各政策については、厚生労働省、文部科学省など各所、所管省庁がそれぞれの政策目的を実施しているところですが、これまでも少子化社会対策大綱や、子どもの貧困対策に関する大綱等に基づいて、若い世代が将来展望を持てる雇用環境等の整備や、子育てに関する経済的支援、教育費負担の軽減、生活困窮世帯への支援等について政府を挙げて推進してまいりました。すでに子どもの視点に立ち、子どもの最善利益を第一に考える子ども家庭庁のもと、これらの取り組みを一層強力に推進してまいります。田村智子君。貧困対策も特定の子どもへの対策ではなく、その背景にあるすべての子どもを取り巻く環境をどうするかと、ここを止めていかなければならないと。で、
次になんですけどね、野田大臣、5月8日の NHK の日曜討論で、子どもの政策について、親を支えることが重要だというふうに強調されました。発言を若干紹介したいんですけど、家庭というのは別に親だけのものじゃなくて、子どもの居心地のいい場所にしなきゃいけない。親が苦しいときにちゃんとその親がまっすぐ歩けるような支えを、今まで社会や国、政治レベルでは基本的にしてなかったと。全く同感なんです。とても大切な指摘をされたと思います。しかしね、自民公明政権の下で支えるどころか、苦しい状況にある親への支えを外すような、やっぱね、冷酷な制度改革がいくつも行われてきたと、ね、ここはね、見なきゃいけないと思うんですよ。一人親の子どもへの支援である児童扶養手当制度、これ後で詳しく取り上げたいんですけど、所得制限によって支給対象を狭めるってことをやられてきました。2002年の制度改定では、働いて収入を得るほど10円刻みで手当額が減額されるという改定が、シングルマザーの皆さんの強い批判の下で強行されました。で、生活保護制度では第一次安倍政権による母子加算の廃止もありました。これ民主党政権で復活されましたけどね。で、第二次安倍政権では2017年生活保護基準の引き下げをやって、これは多子世帯ほど引き下げ幅が大きかったという改定だったんです。これら経済的に苦しい家庭への支援を減らす方向での制度改悪が行われた、こういう政策がまずかったという反省の弁なのかなと、日曜討論の発言を聞いたんですけれども、いかがですか。野田国務大臣。これ自体、その具体的な政策 の、 ジャッジということではなくて、やはり自らも母親となったときに、障害を持ってもそのこう手を差し伸べてくれるところが見つからなかったとか、さまざま経験をした上で、親が苦しいときってのは必ずしも経済的な理由ではなくて、精神的だったり、その知識がないがゆえにどうしていいかわからないとか、さまざま踏まえて、やはり子どもを支えていく一番身近な人にそのリーチできてたかなっていうと、心もとなかったなということを申し上げて、さらにやはり、子どもをしっかり支えていくためには、一人親家庭をはじめとする家庭の支援が重要だという趣旨を述べた次第です。で、これまでも子育てに希望を持ち、子どもが安心して生まれ育つことのできる社会、これを実現していくために、幼児教育、保育の無償化、そして新子育て安心プランの着実な実施、高等教育の就学支援等、政府一丸になって、さまざまな子育て支援には取り組んできてまいりました。また、ひとり親家庭への支援についても、児童扶養手当等による経済的支援のほか、それぞれの家庭の状況に応じて、生活支援、子育て支援、就労支援等、適切な支援を実施してきたところであります。子ども家庭庁においては、こうした取り組みを引き続きしっかりと行う。子育てを社会全体でしっかりと支える。個々人が子育てに希望を持ち、子どもが誰一人取り残されることなく、健やかに成長することのできる子ども真ん中社会、これを実現してまいりたいと考えています。田村智子君。子ども真ん中の政治にっていうときには、じゃあ今まではどうだったのかっていうことは、やっぱね、ちゃんと見るべきだと思うんですね。さっき言った児童扶養手当なんですけどね、1998年に一部支給の所得基準が407万8000円から300万円に一気で100万円以上引き下げられたんですよ。これで6万4000人の支給が打ち切られた。さらに2002年、制度の抜本改正だとして、自立に向けた努力義務を課したんです。そしてシングルマザーへの支援は就労支援が基本とされて、受給5年後には、支給を最大半減できるという制度も盛り込まれたんですよ。養育費の8割を所得参入するという制度も導入をされました。で、さらに全額支給の所得制限は204万8000円から130万円に、これまた大幅引き下げと、就労所得が増えると小刻みに支給額の減額を行っていくという制度になって、これは厚労省の試算でも受給者の約半数が受給者の約半数が減額になったんですね。これで増額になる人もいるって厚労省言ったんだけど、増額となったのは 3% だということも示されたんですよ。で、その後、子どもの貧困が問題となる中で、不死世帯への拡大とか、所得制限の引き上げは行われました。だけど、1998年の水準にまだ戻っていないです。
受給後5年後の一部支給停止という制度も法律上残されたままになっています。で、厚労省に確認したいんですけれども、この法改正の元になったね、2002年の母子家庭等自立支援対策大綱、ここではどういうふうに説明をしてましたか。厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長、岸本武史君。お答えいたします。児童扶養手当の一部停止制度の導入にあたりまして、母子家庭等自立支援対策大綱におきまして、離婚の増大に伴い受給者が増大する中、合理化効率化を行い自立を促進する制度とし、将来にわたり機能できるよう、離婚後などの生活の激変を一定期間内で緩和し自立を促進するという趣旨で、施策を組み直すという観点から、きめ細かい配慮を行いつつ、支給期間と手当の額の関係を見直すというものでございました。田村智子。離婚が急増して国の財政負担が大変だから支給対象を絞ったっていうことなんですね。で、この制度改正について自民党厚労部会母子家父問題等小委員会報告の文書、ここには親の子に対する養育の責務を厳しく問いかけながら実施することが重要と、一方で子どもは歴史の希望であり社会全体で支えていく観点も重要と、これ基本的な考え方として記して、やっぱり受給者が増大していると、だから合理化効率化自立支援をする制度として将来にわたり機能できるよう整備というふうにまとめてるんです。公明党厚労部会単身家庭各母子家庭等対策小委員会の文書、ここでもですね、やっぱり自立を支援する経済支援制度として児童扶養手当制度について増大する受給者などに対応し将来にわたって維持できる制度となるようというふうになってるんですよ。もともと夫と死別したら支援は当然だけど離婚は自己責任という考え方が根強くあったところに、離婚が増えている、それで受給対象が増えた、そうするとね、必要な児童扶養手当の予算の増額をしないで制度の抜本改正だと言って自立だっていうふうにやっちゃったわけですよ。で、5年後手当額の減額っていう政策、これも持ち込んだんですよ。まさに自立しろと。親が苦しいときにちゃんとその親がまっすぐ歩けるような支えを今まで社会や国政治レベルでは基本的にしてなかった、大臣が言われたようなことはね、まさにこういうことじゃないかと、典型例じゃないかというふうに思うんですけど、大臣どうでしょうか。野田国務大臣。平成14年2002年の母子家庭等自立支援対策大綱決定以降、厚生労働省においては累次一人親の実情に寄り添った児童扶養手当の見直しを行ってきたものと、承知しています。具体的には一定の事由に該当する場合の児童扶養手当の一部支給停止の適用を除外、多子加算額の倍増、全部支給の所得制限限度額の引き上げ、一人親の障害年金受給者についての平均調整の方法の見直し等の改善等を実施して、まいりました。また児童扶養手当受給者を含めた一人親の自立を促進するため、厚生労働省において教育訓練給付の経費の一部を補助する自立支援教育訓練給付金やの支給、看護師保育士や IT 関係の資格などを取得するために養成期間在学中の生活費の負担を軽減する高等職業訓練促進給付金の支給などによる支援を行っております。ひとり親家庭への支援についてこども家庭庁においてはこうした取り組みを引き続きしっかり行っていくことにより、誰一人取り残さず抜け落ちることのない支援を行っていきます。で、児童扶養手当のさらなる拡充については現行制度の趣旨目的を十分に踏まえる必要があるとともに、安定財源の確保と合わせてその必要性を含め慎重な検討が必要と考えています。田村智子君。2002年のことを、ね、なぜ今問題にしているかというと、ね、やっぱこの、ね、自立をキーワードにされたんですよ。で、制度の維持のためにはだからその受給者が困ってもその受給さの縮小とかね、額の縮小とかね、こういうことがあっても制度の維持、これも、ね、社会保障改革の時の常套句ですもの。
2013年の社会保障制度改革推進法も、自助自立のための環境整備を進めることを目的として、少子化対策を進めることなどというふうにされているんですよね。ずっとこのね、自立自助、この言葉で自己責任、家庭責任、これを求める政治の流れが続いていると。で、公的な支援というのは真に必要なものっていう言葉で、こう対象が絞られると。給付金も高等教育の無償化、これも真に必要な、こういう言葉が繰り返されてきたわけですよね。困難を抱える大人に対する支援も、自立や自己責任の強調、これがやられると孤立や分断を生んでしまいます。子育て家庭であれば、子どもも含めて孤立をしてしまう。で、私はやっぱりね、この自立自助っていうことを強調する政策のあり方、これは見直しが必要だと思いますが、この大きな考え方ですよ。ここいかがですか、大臣。自立自助、この見直し。野田国務大臣。一人親であっても自立をしたいという、そのためにスキルを身につけたいということで、まあ、今般もデジタル、まあ、男女局の方になりますけど、デジタル女性人材の育成ということで、ご議論いただいて、まあ、その方向に進んでいるところです。ですから、まあ、2002年にあっても IT という話が出ているということは、やはり一定数ですね、IT という中で、確実に安定した収入を得ることで、一人親であろうと、子どもをしっかり育んで、育てていきたいという希望は自立としてありではないかと、まあ、それを応援していくことは、まあ、当然政府としてもやるべきことだと思っています。ただそれ以外でなかなかそこまで到達できない事情がある方に対しては、十分に子どもを支えるという観点から今後はまあ、これまでもやってきているはずですね。子育て支援の相談支援、子育て家庭の相談支援、また一人親家庭等の支援、子育て家庭の支援として、まあ、必要な取り組みをしてきているわけで、自立自助とその対立させることではないと思うんですね。一人親であっても、さまざまな生き方を模索しているわけですから、まあ、そういう多くの声に、さまざまな選択肢とか取り組みに手を差し伸べることが、やはり政治の必要性だと思っています。で、昨年12月に閣議決定している基本方針、ここにおいても、今後の子ども政策の基本理念の一つが、誰一人取り残さず、抜け落ちることのない支援を掲げているところであります。困難を抱える子どもや若者、家庭が困難な状態から脱する、あるいは軽減することができ、生育環境に関わらず子どもが健やかに成長できるよう、子どもと家庭に対するアウトリーチ型、伴走型の支援などに取り組む、そういうこととしているわけです。田村智子。これ、ね、大切なところなのでね、子どもに関する施策のあり方として、私は支援は子どもの最善の利益ってことを目的とすべきだと思います。自立を目的にしちゃいけないと思う。自立は結果だと思う。で、この自立自助っていうのは、まあ、自己責任ってことになるわけですけど、子どもの場合は家庭責任の強化と表裏一体なんですね。で、子ども基本法案の提案者にお聞きします。基本法案第3条。この基本理念で1号から4号は子どもの権利条約の4原則に基づいています。ところが5号で子どもの養育については家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有する、家庭を基本という文言が入ったんですね。で、子どもの権利条約第18条は政府約で、父母または場合により法定保護者は児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有するとしています。まあ、英語の成文では、プラマリーリスポンサビリティと、第一の責任、最初の責任という意味ですね。責任を負っているのは保護者だけではないし、子どもの権利条約には家庭を基本とするということはないんですよ。子どもの権利条約では、締約国に保護者が責任を果たせるように支援することを求めて、適切な養育ができない場合は、国家の介入や、その第一の責任を果たすための支援を締約国に義務付けているわけです。なぜ、保護者の第一義的ということだけでなくね、責任ということだけでなくて、あえて家庭を基本として行われという文言が追加されたんでしょうか。
発議者衆議院議員木原稔君。お答えいたします。3条の話でございましたけれども、5号についてまず子どもの養育の主体として主体とその支援について定めておりまして、子どもの養育については家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識のもと、これらのものに対して子どもの養育に関し、十分な支援を行うとしているところであります。この点、家庭での養育については児童の権利に関する条約のぜひ全文をですね、見ていただきたいのですが、そこには、児童が家庭環境の下で幸福愛情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきであることを認めとしているところであります。また児童の権利に関する条約は先ほど委員、おっしゃっていただいたように18条その1項において父母または場合により法定保護者は児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有すると定め、2項においてこれらのものに対して適当な援助を与えるものとしているところであります。このように3条の5号は子どもの養育に関し十分な支援を行うことを基本理念として定めたものであり、このような支援が行われる背景として子どもの養育については家庭を基本として行われるという認識を述べたものでありまして、あくまでも子どもの権利に関する条約の考え方を反映したものであるということであります。田村智子君。その権条約のように、ね、家庭の環境、それは子どもの最善の利益を保障するために、やはりそういう家庭環境の下で育つっていうのは、子どもの権利の上で大切っていうことの意味だというふうに思うんですよね。で、この18条はね、2項で、締約国はこの条約に定める権利を保障し、および促進するため、父母および法定保護者が児童の養育についての責任を遂行するにあたり、これらのものに対して適当な援助を与えるものとし、また児童の養護のための施設、設備および役務の提供の発展を確保するというふうにしているんですよ。このね、保護者が責任を果たせるように支援するっていうことは書いてるんだけど、家庭が基本だから家庭でやってねというスタンスはないと思うんですよ。じゃあね、これは条約とね、大事なところでズレがあるように受け止めてます。保護者が子どもに対する責任を果たすことができるように援助する、そこに国の責務があるんですよと。まして、ね、今、自立事情を強調する政府の政策によって、実際に家庭が孤立をしたり、子育て家庭が孤立をしたり、分断もされている。子育てに家庭責任の強調のようなことではなくて、その責任を緩和して、重荷を下ろして、国が支援をしますよということを強調することが必要ではないのかというふうに考えますが、そういう議論ではなかったんでしょうか。発議者衆議院議員木原稔君。お答えいたします。先ほど3条5号については、もうその条文を申し上げましたけれども、その3条の5号とその児童権利条約の考え方というのは、木をいつにするものでありまして、この条項は、家庭にのみ子育ての責任をすべて押し付けるものではないということをまずは申し上げておきたいと思います。また本法案の立案から提出にあたってはですね、この提案者の私どものところに、多くの子育て世代の方々から、子育ての現実として、子育てには喜びを感じる場面もある一方で負担を感じる場面も多いという、そういったさまざまなご意見をいただいたところであります。こうしたご意見を踏まえまして、その3条の6号では子育てに関する基本理念として、子育てをするしようとする者が家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できるよう、家庭における子育てをしっかりと支えるための社会環境の整備について定めているというところであります。田村智子君。これがね、子育て支援の法案なのか、それとも子どもの最善の利益の法案なのか、これはね、密接不可分だけれども、私はね、違いがあると思うんですよ、そこは。子どもの養育については、家庭を基本として行われということが、じゃあ、子どもにとってどういう意味になるのかということを考えなければいけないと思うんです。子どもにとってどういうことになるのか、実際に
家庭で養育をされていて虐待を受けている子どもが残念ながら少なくありません。家庭にいることが苦痛という子どももいます。家庭で養育を受けていない子どももいます。それらは子どもの責任ではないし、なんて言うんでしょう、それは普通のあり方の家庭じゃないよっていうふうにしちゃいけないんですよ。現実としてそういうすべての家庭があることを前提にして子どもの権利をどう守るかと、その時に親に対してあなた責任果たしてないよねと、責任果たせるようにと、これ叱咤激励とかね、その罰則とかじゃないですよ、支援するっていうのはそれは子どもに対する責任なんですよ。だけど子ども家庭が基本ですよっていうふうにしてしまうと、その家庭にいること自体が苦痛という例えば子ども、それはどうか受け止めるかと。私はね、それは子どもを傷つける考え方でもあると思うんですよ。こういう議論が必要だと思うんですよ。これは子育て支援と密接不可分だけど、子育て支援の法案とは私は違うと思うんです。違うと思うんです。そこは親の立場は大切だけどもね、だけど寄って立つのは子どもなんですよ。子どもの視点、そう考えたときに今私が提起した問題、これは大切な議論だと思うんですけど、もう一度いかがでしょうか。発議者、衆議院議員木原稔君。本法案の3条5号について先ほどから申し上げておりますが、子どもの養育は家庭を基本として行われるとの認識、との部分については、児童の権利に関する条約の前文に同様の趣旨の記述があるということを先ほど申し上げました。すなわち、家族が児童の成長及び、福祉のための自然な環境であるとされて、また児童は家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきであるとされているところを改めて確認いたします。その上でですね、この条文では家庭での養育を受けることが困難な子ども、先ほど委員ご指摘のそういった子どもに対しても、その健やかな成長のためにできる限り家庭と同様の養育環境を確保することを子ども施策の基本理念として定めさせていただきました。そして、ご指摘の子どもの最善の利益の考慮とは、その子どもの利益が保護者その他の者の利益よりも先に考慮される要素であるという、そういう意味であります。申し上げるまでもないことでありますけれども、先ほど虐待の話がありましたが、保護者による虐待などの事情を有するそういった子どもたちまでもが保護者とともに家庭にいることが基本であるという、そういった規範を示すものではございません。すなわち家庭を基本という文言から導かれているものはですね、家庭を基本にできない事情のある子どもたちにも、その健やかな成長のために望ましい養育環境が確保されるようにするというのが、この基本法案の考え方であります。田村智子君。家庭は基本ということとね、家庭環境を保障するというのは意味違いますよ。これ家庭環境と家庭はイコールじゃないですよ。こういうあたりの議論もね、私とても大切だと思うんですよ。家庭っていうと個別具体的なんですよ。自分の家庭になるわけですよ。そのことが息苦しいってことは現にいる。それからね、そのことが強調されて家庭が基本だよってのは、親の立場から見てもそれが子育てを重苦しくしているっていう現状があるんですよ。ちょっと大臣にもお聞きしたいんですけれども、総理がね、私の本会議の質問の中でいろんな方からお話聞いて、子育て家庭が今孤立をしているというふうに答弁をされたわけですよ。まず最初に、そう、子育て家庭は孤立していると。で、自立事情を強調する政府の政策によって、特定の本当に真に困っているところは支援するけれども、そうじゃないところは頑張れって言われちゃって、コロナをめぐる給付金なんかでも、いろんなことがこう起きるわけですよ。お互い苦しくても、給付金が行くとこと行かないところ、そこでまたいろんな分断が起きると。で、非課税世帯には支援があるけれど、そこをちょっと超えると、大学等々の教育費や奨学金等々もですね、そのちょっと超えたところが一番苦しいんですよ。で、支援なくなっちゃうと。あるいはこの委員会でたびたび議論になっている中間所得層はどうなんだっていう議論とかがね、あるんですけども、こういうね、自立事情を強調するような、やっぱり政策によって、子育ての責任っていうのが家庭に本当に強調されてきたと思うんです。それが子どもも追い詰めているし、大人も追い詰めている。
やっぱそこを緩和する支援策っていうことが、こういうことを議論するならばね、進められるべきだというふうに考えますが、子育ての自己責任、家庭責任、そこを緩和するっていう方向が、支援が必要だと思いますが、いかがですか。野田国務大臣。家庭が何であるかっていうことで、これは大人の視点でなく子どもの視点で申し上げるとするならば、子どもの権利だと思います。家庭にという居場所に子どもが常に入れる権利だと思います。子どもの権利です。で、家庭がいい悪いじゃなくて、家庭を担っている人、それが一番近い保護者になるんですね。大人の保護者、これが大体は親なんですね。生物学的な親だったり、そこが先ほど申し上げたように苦しんでたり、何かこう立ち止まってしまうと子どもにその負荷がかかるという考え方を持つべきではないかと思います。常に、子どもの権利条約の中にある家庭擁護の下っていうのは子どもの権利なんです。だから家庭っていうのは子どもがそのいつも居心地いい場所として得なければならない権利のところであって、それをの阻害要因はそこにいる一番身近な保護者たる、大体父母に何か問題があったとき、それが例えば貧困であったり、例えばメンタルなものであったり、例えば障害であったり、さまざまそれはあります。そこをしっかりサポートすることで、子どもにとってのその居場所をちゃんと確保するっていう意味で、子ども家庭庁っていうのは、その両方が相まって、子どもの権利をしっかりと支えていける、そういう私は位置づけとして、子ども家庭庁の家庭というのはあるのであって、大人がどうのという話ではなかろうと思います。田村智子君。通告したのはだいぶ積み残したので、次回に回していきたいと思いますけど、一つだけ問題があったときに支援するんじゃないんだと思うんですよ。すべての家庭で子どもたちが居心地がいいようにできるように支援をするのが国の責務なんですよ。それはすべての保護者に対して第一義的な責任が果たせるようにと。これこの辺ね、とても大事な議論なので、また続けていきたいと思います。今日はこれで終わります。はい、ありがとうございました。